ミスター M さん、いつも動画をありがとうございます。今回もね、ジャッキーチェーンになり変わってみたいな、そんなシリーズはいかがですかということだったんですけども、これはですね、ジャッキーチェーンの例えばね、仮装したりとかお面とかをするのもいいんですけども、特にそこまでする必要はないんですよ。例えばですね、なんでマッチョになりたいかっていう話をするときに、幼い頃見たジャッキーチェーンに憧れてるんですよね。例えばジャッキーチェーンのトレーニングっていうと、逆さになって足の方におちょこでね、水を汲むシーンがあったじゃないですか、みたいなことをちょっと話して、それから今日のね、ローラートレーニング行きますみたいな感じで、ジャッキーチェーンになったつもりでやりますみたいな感じでスタートすればいいと思います。だからちょびっとした語りを入れるだけで、タイトルにジャッキーチェーンに憧れて始めたみたいなのを入れておけば、ジャッキーチェーンが SEO になってくるっていうことなんですよね。だからね、あまりお金をかけなくても大丈夫ですからね。でもお金をかけたらもっといいと思います。なんせね、自分がその気になるんですよ。そこがすごく大事です。お見せする方に意識を傾けるのも大事なんですけども、自分がその気になっていくってことがすごく大事なんで、よーし、スタローみたいになるぞとかね、シュワルツェネッガーみたいになるぞみたいな感じで、私はシュワルツネガーのターミネーター2で見た肉体に憧れてマッチョになりたいんですみたいなね、その語りを入れることも、それだけでもね、随分動画の感じって変わると思いますから、ちょっと参考にしてみてください。それではですね、ここからは画面キャプチャーでちょっとご案内したいと思いますので、そちらの方をご覧ください。それではまた別の動画でお会いしましょう。はい、それではね、画面キャプチャーの方ですいません、説明していきますね。まずね、ここがいいなと思うのは、NHK っていうタグが入ってますよね。ここですよ。NHK っていうタグが入ってるの。これタイトルタグって言います。で、当然ですけども、ガチンコっていうのもタグですし、マッチョクラブっていうのもタグになってると思います。ここら辺がね、しっかり入ってるんで、いいんではないかなと思うのと、プラスですね、タグではないんですけども、タグにはなりませんけども、筋肉は裏切らないというね、キーワードが入ってますよね。できればこれをですね、ここに入れた方がいいんじゃないかなと思います。この辺に、筋肉は裏切らないを試してみたみたいな感じね。そうすると、筋肉は裏切らないって検索キーワードに上がってると思いますんで、調べてないですけども、SEO 効果は出るんではないかなというふうに思います。いいですね。で、もう一個の方なんですけども、開きます。これね。これ、トレーニングの方法が具体的に出てるのと、これだったらね、ちょっとした、バスの待ち時間とか、会議室で会議が始まるまでの、ちょっとした隙間にできるから、これ、特にね、器具がいらないですよね。これ皆さんにお勧めできると思います。これで背筋が鍛えれるわけですから、すごくいいんじゃないですか。こういうのをね、機材がなくてもできますよっていうのを紹介してあげるのは、とってもお忙しい、サラリーマンさんには受けるんではないかなと思います。それではですね、引き続きまた動画の方お願いします。失礼します。